スタンドバイミーの簡単な解説ですね。簡単な解説をしようと思います。えー、感動できる名作なんですけども、ちょっとね、僕にとっては不思議な部分があるんですよ。で、あの、昔から気になってたんですけども、見直してですね、あ、これ、割とあの、見逃しがちだけど、結構不思議な部分を抑えようと思って解説します。あの、ここを抑えるとですね、ちょっと見方が広がって、あの深くなって面白くなると思いますんです。 で、映画はですね、あの、オレゴン州の朝から始まります。で、田舎道で,ですね、1台の車が止まっているということなんですけども、中には1人の男が乗っているのがわかるんですよね。で、車の中のショットになると、ちょっと一番下に行くんですけど、左右が入れ替わるんですよ。で、これはあの、まあ、あの、ずっと説明している映画の文法ですね。つまり、画面に向かって左は、あの、未来へ向かって進んでるんですけども、右に向いてる場合はですね、あの、振り返るとか戻るという映画文法があるので、 それで回想シーンにな、これから入るよっていう時は、この右に向くんですね。えー、真ん中ですね。えー、弁護士のクリスがレストランで喧嘩に巻き込まれて死んだっていうですね、記事を読んでる。それでこう、呆然と受けてるわけです、ね。してるわけですね。えー、死亡記事に出ていたクリスっていうのは、かつてこの男のですね、親友だったと。男っていうのは、あの、最後の方で説明しますけれども、これはあの、ゴーディー の未来の姿ということになってるんですけど、ところがエンドクレジットを見るとちょっと違うんですね。そこもこの映画のミステリーなんです、ね。で、ここからですね、映画はですね、25年前の改装シーンですね。1959年の4月、改、え、装、ー、シーンに入ります、えー。スタンドバイミーですね、あの、いくつか不思議な点があるって、謎があるっていうふうに言ったんですけども、一つ目、えー、消えるクリス。これ、あの、すぐに説明します。 クリス、ラストシーンでですね、ちょっと不思議な消え方をするんですね。で、二つ目、ラスト、主人公というかですね、あの、冒然とした男の微笑み。で、三つ目ですね、呪術トリックというふうに読みますけども、ミステリー小説で使う技法です。語りで主人公のですね、ミスリードで読者、まあ、この場合映画の場合観客です、を誤解させる手法なんですけども、映画スタンドバイミーというのはですね、この叙述トリック、 を使っているっていうのが分かると、まあ、かなりあの面白く見れるんですねあの単なる青春感動映画ではない監督がちょっとねそこの奥に込めた思いがあるっていうのが分かると思いますじゃあ、えー、行ってみましょうまずあの消えるクリスですね最初のこれはあの不思議なシーンなんですけどもあのクリスと別れるシーンですねあの山の中ですね主人公と別れてクリスが消えていくシーンで文字通りこの位置で消えるんですよ 最初ね、ちゃんと映ってるんですけども、歩いていくクリスが、えー、まぁ、あ、二重合成で、ぼんやりと透明になって、半透明になって、向こうが見えて、完全に消えてしまうんですね。で別に山道だから、すぐ角曲がって降りてき、あの、いなくなればいいんですけども、不思議な消え方するんですよ。なんかこういう映画内で不思議な消え方してるときっていうのは、絶対に監督が、 ちょっとここ注意してください。ここには意味あるんですよっていうメッセージがあるんですけど、ここであのクリスが消えていると。で、不思議なシーンですけどもですね、何の説明もないんですね。これ映画の中で。で、次です。あの、不思議なラストっていうのは、ラストの方を MT 行ったんですけども、これですね、あの、まあ、あの、ワープロで、当時ワードプロセッサーで原稿を書いてるんですね。主人公の作家が。あの12歳の、 12歳だった頃のような友達はもう誰にもできないっていうふうに原稿を書いて。で、その後、その自分の原稿を見下ろして満足げに微笑む。で、えー、プールに行こうよパパ連れてってって言ってた子供と、えー、外で会ってですね、窓の外で会って子供たちとはしゃいで車に乗って去ってしまう。で、ここであの、あの、スタンドバイミーって曲がかかるのがラストシーンなんですけども、まあ、そいつないんですけどですね、感動させるためだったらですね、 この子供たちとはしゃぐシーンとかですね、満足げに微笑むシーンって実はいらないんですよね。あの、感慨深げにですね、してるだけでいいし、なんなら大人になったですね、ゴーディーの顔のままで十分ですね。で なんでこういう風になったのかって、この矛盾を解く鍵が叙述トリックってやつですね。あの映画の真ん中あたりですね、4人の少年がですね、キャンプして焚き火で話すシーン。まあいいシーンですよね。あの焚き火で話すシーンあるんですけども、そこでですね、将来作家になりたいと思ってるゴーディーはですね、 他の三人に頼まれて、考えたばかりのです、ね、面白い話。この話考えたんだっていう、ね、さっき考えたばかりの面白い話っていうのをするんですけども、違う話をしよう。パイクイ競争の話だって、ゴーディーがこう話し出すんですけど、実は映画の冒頭のですね、回想シーンの一番頭にですね、後ろにあるか、あの、自動車。 ここのドアがですね、半分開いてるんですね。まあ、窓が半分開いてるんですね。で、この半分開いた窓からですね、カーステレオのですね、音、カーラジオの音が聞こえてくるんですよ。で、そこでですね、えー、DJ のボブ・コーミアっていう風に言ってるんですけど、これを聞いてたからですね、彼は自分のお話の中に実在の街の人気者ですね、ボブ・コーミアを入れることを今、この瞬間思いついてやったんですね。で、あのー、 つまりですね、そのゴーディはですね、あの、ラジオから聞いた町、あの、コミの名前をアドリブでとっさに創作に入れると、この方がリアリティが増すし、本当の話っぽく聞こえるからですね。で、ゴーディっていうのは、このゴーディ少年というのはこのようにですね、嘘の話の中に、 本当のことを混ぜることができるというテクニックを使いこなすですね。もう天性の嘘つきなんですよね。で、これが叙述トリックですね。あの、ゴーディの階層っていうのはですね、どっからかフィクションになってるんですね。あのー、かなりお話の中に嘘を混ぜてますよっていうのがサインなんですよ。これ前編のですね。で、どの部分がフィクションなのか。これ実はね、かなりわからなく作ってるんですよね。あの、というか、あえて分けてないんですよ。で、 もう一回見てみましょう。このクリスが消えるシーンですよね。えー、去っていくクリスが半透明になって消えてしまう。クリスがなんで消えてしまうのかというのはもう皆さんもお分かりの通りですね。この別れの部分がフィクションだからですね。この別れの部分は本当は存在してないんですよ。その 語り手である作家、ゴーディのあの、お問い,合いになった人がですね、おい,いになった状態が、その、自分の話にいい結末をつけるためにですね、作り上げたボブ・コーミアみたいなものですね。なので、こういうシーン、あの、こういう描写が入ってくる。それを見てる人、観客にロブライナー監督が分からせようとしたので、この不思議なシーンが印刷されるわけですね。もうこのまま載せちゃおう。だが永遠に彼を忘れは、 しないっていうふうにこう、あの、喉を刺された即死だったそうだ。もう10年以上も会ってないけど、彼を永遠に忘れないっていうようなことを言ってます。で、思い出に浸っている。あの、この時作家はですね、思い出に浸って過去を見ているから右を見てるんですね。映画の文法法則です。そこにですね、子供たちが、パパ、まだ書いてるのと言って入ってくるんですけども、その瞬間ですね、作家の方向は逆向きになります。 カメラ側から子供が入ってくるわけですね。で、これですね、イマジナリーラインを超える、写軸ってあの日本語で言うんですけど、イマジナリーラインを超えるって言ってですね、実はあの映画界では割とタブーの手法なんですよ。あんまりね、見ないんですよね。あのー、実はこのシーンとこのシーン、すごい繋がりにくいので、同じ表情で繋げているんですけどですね。で、なんでこの写軸、あの、イマジナリーラインを超えるようなカット割りしてる、するのかっていうと、その、 この瞬間にはもう子供に呼びかけられて過去を振り返るのをやめてるからなんですね。そこでですね、子供たちとちょっと話した後、書き出しを始めるんですよ。で、なんでかっていうと、この思い出していた状態の作家にはですね、友達のことが大事なんですね。思い出してるんですよ。もう、あのー、あの頃、もう私は彼のことを忘れないだろうって言ってる、この時は本気なんですけども、ところがですね、この 左を見てる作家にとって大事なのは友達との思い出ではなくてですね、自分の小説が面白いかどうかなんですよ。読者を感動させる出来になってるかどうかっていうのが気になってる。だから未来を見てるわけですね。過去の思い出よりも未来を見て、このお話をもっと感動させるにはどうすればいいんだろうと思って書き足しを始めるわけです。で、書き足す。えー、もう、もう私は彼のことを決して忘れないって書いた後ですね、 あの12歳の時のような友達はもうできない。誰にもっていうふうに書き出すんですね。で、その後立ち上がって自分の原稿を見てにんまり微笑むんですよ。なんで微笑むのかというと、いい小説が書けたからですね。つまり、あの、映画見た人はわかる通りですね、かつて、えー、見知らぬ少年の死体を探しにですね、4人の子供たちは冒険するわけですね。で、なんで死体を探すのかっていうと、 なんかこう、行方不明になっているというふうに新聞とかラジオで言ってるからです。で、あの男の子の死体を見つけたら俺たちは有名になるぞって思って4人の子供たちは一晩のキャンプをしてですね、冒険するんですよ。しかし実際にその子供の死体を見つけた時にですね、ゴーディーですね、主人公はですね、そういうのはやめようって言うんですね。持って帰って有名になろうぜってみんな言うんですけど、そういうのはもうやめようよって言うんですよ。 で、えー、彼はここにそ,あのそっとしておこう。で、僕らで匿名の電話をかけようっていうふうに言うんですね。しかしですね、その見知らぬ子供の男の子のです、ね、死を利用して有名になるっていうことに嫌悪感を感じたゴーディはもういないんですよ。ここにいるのはですね、その友達の死を利用して良い小説が書けたことを喜ぶ大人になった。 っていうことなんですね。これがそのイノセンスを失うことであり純粋さを失うことであって大人になることだっていうふうに映画監督がすごいね冷静に残酷に書いてるんですよここで何でこうにやりと笑うのかっていうとですねあのこれゴーディの癖なんですよねゴーディーは嘘をついたってみんなを喜ばせたあとですね作り話をしてみんなを喜ばせた後に恥ずかしそうにほほ笑む癖があるんですねえー この表、あの、この表情です。下、ごめんなさい。下の方に表示行きましょう。焚き火で語り終わって、にやって笑うんですけども、それがですね、あの、さっきの画面のアップです。えー、現在の時代で作家がですね、書いてにやりと笑う。全く同じ微笑みやってるんですね。これをですね、その、両方見せることでですね、完全にその同じ笑顔をしてることを見せることで、実はこの話の中には嘘があるんですよっていうふうに、 観客に伝えている部分でもあるんですね、えー。最後のクレジットですね。監督のロブライナーは、回想シーンに出てくるゴーディと、この現実の作家は完全に同じ人物ではないと。ゴーディはあくまで作家が自分の頭の中で、こうだったらよかったのになって思っている理想の子供だと。理想の自分の子供時代であると。自分を美化した姿であると。というふうに説明してるんですよ。それがエンドクレジットで明らかにされます。えー エンドクレッジット、監督、ロブライナーですね。原作、スティーブン・キングですね。で、えー、ゴーディー、えー、ラ,ラチャンスですね。ゴーディーラチャンスっていうのがまあ役名なんですけど、ところがですね、それを大人の時代演じたリチャード・ドレイファスはですね、ザ・ライター、書き手としか、作家とか書き手としか書かれてないんですね。 子供時代はゴーディなんですけど、大人になったら作家になってるんですね。そこがですね、実はこれは、その、ある作家が現実、今のですね、自分を、なんだろ生きるために、ちょっと過去を美化した話なんだよっていうサインでもあります。長年思い出すことなかったかつての親友ですね。その あのクリスの死をですね利用してこの主人公の作家はですね、まあ、名作小説を書くんですけどそれは純粋さを失ったことになるのかっていうといや違うんですよねあのロブライナーが言おうとしたことは確かに自分たち映画監督はスティーブン・クーングみたいな作家はあのんだろうなうんある純粋さを失った瞬間っていうのを書くと。 で、それはこのスタンドバイミーと映画の中でも書いてるんですけど、その作品自体で観客の心の中にその純粋さというのを映し変えることができるからなんですね。だから僕らは映画を見て感動するんでいいんですよ。それで全く間違いないんです。ただ、それを大人になってもう一回見たり何回か見てるうちにもう一つの苦いもの。なんで感動するのかというと、それを僕らが失ってしまったから、失ったからっていうのは時間によって 引き裂かれたっていうのもあるんですけども、自分自身がどん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 、まあ大人になっちゃったから、それの罪悪感の解消で人間っていうのは感動するんだと思います。だからあの、映画っていうのは、まああの、漫画もそうなんですど、小説もそうなんですけども、すべてのフィクションっていうのは美しいのはそこだと思います。作者が持っている純粋性が失われるものをですね、作品にすることで、それを僕らが読んで感動することで、僕らの中に純粋性がもう一回戻ってきて、 あ、あ、こんな言葉もあったよなと思って僕らは感動できるからですね。えー、岡田斗司夫流のですね、あの映画のまあ読み方ですね。今夜はスタンドバイミーでした。お疲れ様でした。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。